1400系電車とは、1961年9月に登場した近畿日本鉄道の汎用特急系電車である。また、この造備車として1963年に登場したのが11400系電車である。これらはエースカーと呼ばれるグループとして、1960年代から1990年代にかけて、 近鉄特急で運用された系列である。上記の理由により、本校では両系列をまとめて記述する。近鉄では、1959年に、画期的な新技術、新設計を導入した、ビスタカー2横と1100系が登場し、上本町近鉄名古屋間の名阪ノンストップ特急などで運用していた。しかし、 主要駅停車の特急には冷房装置搭載などのサービス向上策も実施されていたものの吊り掛け駆動、かつ金属バネ台車装着で急変な設計の2250系をはじめとする在来車が引き続き用いられており、車両設備面での格差が感じられるようになっていた。そこで2階建て車両を連結しない汎用の特急車として開発されたのが、このエースカーと呼ばれるグループである。 1400系は旧エースカー、11400系は新エースカーと呼ばれた。エースカーのエースとはトランプのエースを意味し、自在に編成を組み替えることができることから名付けられたものである。オッツ特急用として設計されたが、1400系、申請直後の1964年に東海道新幹線が開業し、 名反ノンストップ特急の利用客は激減したことから編成長の調整がしやすいエースカーも高特急運用に重当されるようになった。ビスタカーは1編成のみとし、付属編成としてエースカー2両を連結した編成が通例となり、ビスタとエースの組み合わせであることからバ編成と呼ばれた。 後継の22000系の車両相性が ACE であることから1400系を初代11400系を2代目とする向きもある。また、12410系を最新エースカー I、12600系、最新エースカー2と紹介する書籍も過去には存在しており、一連のものと見る向きもある。電動車であるも1400型と制御車である。 約 1>, 1万500系の2形式で構成されていた。1万100系に続く系列ということで1万100系のも1万300系の後に続く車両番号が与えられた。1961年に4両編成2本が近畿車両で製造され、大阪線と名古屋線に1本ずつ配置されたが、造備は1万1400系に引き継がれた。概要にも記した通り、 二階建て構造ではなく、普通床構造の20メートル級に軸ボギー車である。ただしその基本構造や、エクステリアデザインの大部分は1万系や1万100系のそれを、主車選択する形で継承しており、集中式冷房装置から深い屋根に設けられた、風道を介して、冷風を送る空調システムや、裾絞りのある大型車体断面、複層式固定窓、 二枚折り戸などが継承されている。窓配置は各社とも側扉は四枚折り戸ではなく二枚折り戸となったものの、一万系も一万一も一万七のレイアウトを踏襲しており、DD8D1 となっている。客席は扉間の八枚の広窓部分に割り当てられており、連結目によりの強窓一枚分にはトイレ、洗面所や車内販売基地を設置している。 前面の形状は1100系貫通型と同一設計で、前面窓は運転席側が高く、貫通扉と車掌台側が低く大きな窓となっている。特急標識は貫通扉部分に大型のものを装備する点でも1100系と共通仕様である。車体側面の裾部も倉庫で平面折れによって絞られている。車内設備は 座席に回転クロスシートを採用した。各席にはシートラジオが装備されていた。シートピッチは 920mm である。車内の色彩は2種類あり、緑の座席モケットに茶色系統の市松模様による床、または赤の座席モケットに青系統の市松模様の床とした。車端部はもう1400系奇数車が車内販売の基地。 その他産業はトイレ、洗面所が設置された。冷房装置は1万系のシステムを踏襲した川崎製の集中式で床下にコンプレッサーを屋根状にエバポレーターを装備するセパレート方式である。もう1万400型についてはパンタグラフや制御装置などが搭載されており、冷房装置を装備できないため2250系や1万系などと同様、 1> も1万4 0 0型に冷房機を2機集約搭載して、貫通路上に、たわみ、風道をつけて1気分の冷風を、奇数者側に送る方式を採用した。これに対し、区1500型については需要に応じ1両単位での増解決を行う必要性から、奇数者も偶数者も共に、各社に1機ずつ、冷房装置を搭載していた。 駆動システムに1万点に1 0 1 0 0系で実績のある WN ドライブ方式が採用され、主電動機も1 1 0 0系と同じ三菱、電気性メガバイト -3020D 直巻、整粒子電動機を装備する。制御装置も同じ三菱電気製、電動カム軸式抵抗制御機であるアブフム -178 から 15DH で、 これをも1400型に搭載した。台車は、近畿車両製 KD-41BC で、1100系初期グループが装着する KD-41.41A を基本とする、シュリーレン式空気バネ台車である。パンタグラフは、東洋電気製造 PT-42Q でもう1400系の屋根上前後両端に1機ずつ、合計2機搭載する。 ブレーキ方式は HSCD である。MT 比に m 1 t 時の起動加速度は時速 2.0km、S、平坦線均高速度は時速 144km であった。エースカーの名称の由来編成は空1500、型から空1500、型からも1400、型からも1400系の4両編成を基本と、するが、 1500型は需要に応じて連結、解放が可能となっており、本系列のみあるいは11400系との、並結時では2から4両編成あるいはそれ以上での、1100系との並結時には1から4両の本系列と1100系1編成を組み合わせた4から7両編成での運行が可能である。この自由度の高い運用特性を、トランプのエースが、 ポーカーで K と2のどちらとつないでもストレート及びストレートフラッシュを構成できることに見立ててエースカーの相性が与えられた。なお、切り離された区1500型は単独で1100系に連結することも可能であったが、この場合は編成の走行性能が低下した。大阪線で運用する場合は本系列のみでの四両編成を組む際に無理が生じていたこともあったため、 1967年に、主電動機を 11400K と同じ 145kW の三菱電気メガバイト -3064AC に取り替え、性能を向上させた。これに伴い電動機の支持下の構造が異なることから、電動台車も KD-41B から、新製の KD-41H へ交換され、外された。 主電動機と台車は2470系に流用された。1974年には車体更新工事を行い4両固定編成化された。両端の車両は11400系と同じようにすべての前面窓が運転席側に合わせて高い位置に変更された。また特急標識は大型のものをやめて18200系と 同じ X 字型のシルバーエンブレムを貫通扉に取り付け、両側に伝承式の特急表示と方向板を装備する形となった。前面の乗り分けも1万2二千0系に合わせたものとなった。ただし、側面の方向膜は設けられなかった。中間に挟まる2両については営業運転では先頭に立つ機会がないため前面は改造されず、運転台は 車庫内での入れ替え用として残された。性能の不足から夏場に苦情が多かった冷房装置も集中式を止め、奈良専用通勤車である8000系などと共通の三菱電気 CU-19 集約分散式、ユニットクーラー3機と熱交換型換気装置1機のセットに取り替えられ、面目を一新した。その後、1977年に両端の2両には、 全面廃焼機が取り付けられた。また、4両編成中2両が電動車であるが、1 4 5キロワット級モーターを持ってしても、MT 比1、1では後に登場した1 8 0キロワット級モーター搭載の特急車各系列に、比べ性能面で劣るため、改造後は、高安建築所属編成は、富吉建築に転出し、名古屋蕎麦間名誉津特急での限定運用となり、 大阪線や京都、柏原、奈良線に入線することはなくなった。また特急車では唯一、五位道研修車庫完成後も、塩浜研修車庫で全般検査を受けていた。1992年に老朽化により、全車が廃車、解体されて現存しない。合計には22000系が製造されている。基本的には1400系と同様に、 電動車であるも11400型と制御車である、区11500系の2形式で構成される。編成は、MT 比1、1の1400系が出力不足であったことや、輸送需要などを勘案しても11400型からも11400系の2両に区11500型を連結した、MT 比2、1の3両編成を基本とする。 11500型は需要に応じて開放が可能となっている。1400系の改良増備車として、2250系や6421.6431系などの旧型特急車の置き換えによるサービス工場を目的として1963年に3両、編成10本が近畿車両で製造され、1965年に3両、 編成2本と2両編成3本を、増備合計42両となった。さらに、日本万国博覧会開催を目前に控えた1969年には、全編成を3両編成化するための増結用として、区11,520系3両が製造された。すでに12,200系が製造されていた時期のため、車体形状や、 車内設備は同型に準じたものとなり、座席は変身回転式、リクライニングシートが装備され、シートピッチも 980mm に拡大された。この分の床面積差は定員を9 1万5 0 0ガタと同一とするため、窓配置を DD81 として、伊勢よりの客用扉を省略することで念出している。シートラジオは当初から設置していない。ただし、 1 2 2 0 0系で採用された側面方向膜の設置については見送られた。これによって本系列は合計45両となった。なお、区1500型と同様に区 11500K、区1区1 5 2 0系のいずれも1 1 0 0系と連結することがあったほか、制御車を抜いた2両編成が名反抗特急の低迷期に単独で運用される、 ことも多かった。また、同時期の名イ特急では、本系列3両プラス12200系などを4両で、蘇生された7両編成が多く見られた。この他にも運用により1400系と11400系の根結編成も見られた。1400系の使用実績から大幅な設計変更が加えられ、印象が一変した。 車体断面は冷房装置の変更で冷房用、風道部分の設計が変更され、屋根状に冷房装置を搭載するために屋根高さが若干低く抑えられた。全面形状についても、全面窓がすべて運転席のものと同じ高さ。車内設備は座席に回転クロスシートを採用した。各席にはシートラジオが装備されていた。 シートピッチは1400系の 920mm から 950mm に拡大された。車内の色彩は1400系同様に2種類あり、緑の座席モケットに茶色系統の市松模様による床、もしくは赤の座席モケットに青系統の市松模様の床とした。なお、区11520型については、キメの化粧板に、 赤の座席モケットなど12000系と全く同一のものが採用された。車タンブはもう11400型が、車内販売基地、その他の車両はトイレ、洗面所が設置された。冷房装置は東芝製プーマイナス1103分3式、ユニットクーラー6機装備に変更し、冷房の機器を良くした。この方式は、 以後の特急車の標準装備となった。また、屋根が高いため室内側は当初から平ら天井となった。もう11400型にパンタグラフを2台装備するが、ユニットクーラーが屋根に並ぶため、取り付け位置は前後に多少飛び出したような感じとなった。手電動機手電動機は設計当時直流600、ボルト電化であったなら専用に製作された900。 計二家初採用された三菱電機メガバイトマイナス三千六十四 a c の改良版にあたるメガバイトマイナス三千六十四 a c 2を電動車の拡大車に2機ずつ送火するメガバイトマイナス三千六十四系電動機は電気子が完全 B 種、境地が H 種であったメガバイトマイナス三千二十系とは異なり電気子が F 種、境地が エポキシ樹脂による、貝種と絶縁剤の耐熱性能を向上させ、さらに外径寸法を 560mm724mm、mm、から 585mm746mm、mm、へ一回り大型化することで、磁気容量を拡大。これらにより寸法増大及び、約 90kg の磁長増加と引き換えに、強トルク大出力化を実現した。 設計当時の最新鋭電動機である。この電動機は前回時定角回転数が 1365rpm で、メガバイト -3020 系の 1800rpm と比較すると、同程度の波数比の場合、前回時定角速度で見劣りすることになる。その対策として、堺島輪規に保証巻き線を付加することで、 極部的に静流子変換の電圧が高くなる減少の発生を抑止し、弱め回自律引上げに伴う静流子の短絡発火を防止する構造となっている。この保証巻線の導入により、メガバイト -3064 系電動機では、最弱め回自律15%を実現しており、最弱め回自律40%にとどまっていた。 メガバイトマイナス -3020K と比較して弱め開示制御領域が飛躍的に拡大した。11400K では最弱目開示率17%に設定されたが、それでも前回自定格速度の低さを補ってあまり、ある高速運転性能と十分な定格引っ張り力を合わせて獲得2 m 1 t 編成時の軌道加速度は時速 2.4kmS。 減速度時速 4.0kmS、平坦千近高速度は時速 160km と1 4 0 0系を大きく上回るばかりか、全電動車方式の1 1 0 0系に迫る走行性能を実現している。駆動装置駆動装置は WN ドライブを踏襲しており、歯車比は1 1 0 0系や1 4 0 0系の3.85ではなく、 この後に万 1000K まで標準機特急車に採用される3.81に変更している。これによる前回時定角速度は時速 58km で1万 100K や1万 8200K 以降よりも低いが前述の通り弱め開示制御域が広いため実用上の走行特性は同等で根結も可能である。制御機制御制御機は直列18段。 並列18段、堺自制魚段5段、発電ブレーキ18段構成とした、三菱電機やブフム -208 から 15DH、電動カム軸式抵抗制御機で、これをも11400型に搭載する。台車台車は一時車が、近畿車両製手リー式台車の KD-47KD-47A、1965年の二次車が、 改良型の KD-47B、KD-47C、そして1969年造備の空11520型が KD-68B をそれぞれ装着する。KD-47K は空気バネをベローズ式としたもので、下揺ら枕を外吊り式としている。一方、KD-68B は軽特急用として、 設計された18,200系の装着する KD-63 系台車を基本としつつ、側張りの後半溶接組み立てを止めて一体プレス構造と、することで構造の簡素化を図った12,000系用 KD-68 系台車の派生モデルである。このため、ダイヤフラム式空気バネの横構成を利用することで、 揺れ枕を廃止した空気バネによるダイレクトマウント台車となっている。ブレーキブレーキは制御機による均衡速度指令方式を用いた、そもそも速発電制度と連携動作する HSCD レンジ直通ブレーキを搭載する。編成は空11500型からも11400型からも11400系の3両編成を。 基本とするが、91500型は需要に応じて、連結、開放が可能となっている。このため、同一系列による、最短2両から4両の蘇生を組むことができたほか、2両プラス2両の4両としても運用された。1977年に911520型を除く車両について、全面廃焼機の取り付けを行うとともに、一旦特急標識を 南大阪線特急用の16000系と同じ小型のものに取り替える工事を開始した。しかし、全編成の改造がなされないうちに九9 8 0年からは本格的な車体更新工事が始まり、これによって特急標識は3万系と同一の方向膜と一体化した逆大系のものに取り替えられている。同時に側面方向膜も設置されたほか、 全面の乗り分けも更新によって変更されている。車体更新工事では、産業固定編成化がなされ、もう1万1400系の運転台を撤去して、中間車とした。車内販売基地は、伊勢よりから大阪よりの運転台跡に移設して、そこに給湯設備を設け、乗務員扉の撤去跡には、側窓を設けず従来の基地跡は、客室とした。また、 伊勢よりの客用扉が撤去され、基地跡と合わせて他の客用窓と同一寸法の広窓を設置したため、窓を配置は D9 となった。また、定員も8名増しの72名となった。座席も変身回転式、リクライニングシートに取り替えられ、網棚など、内装も12,400系同様の明るい、色調、形状のものに改装された。ただし、 デッキは全車両とも設けられなかった。なお、当初から変身回転式、リクライニングシートを装備する911520型は内装や座席モケットの変更、側面方向膜の設置、トイレ、洗面所の窓の閉鎖を行う程度の改造とした。91500型については911520。 ガタヤも一万1400ガと同様に一世よりの客用扉を撤去し、この部分に強窓を新設して客席を増やしたため、側窓配置は d d 八百十一となった。このため、定員はシートピッチの広い区一万千五百二十型より四名多くなっている。車体更新工事の直後には、当時三両編成であった一万二千四百十 系とともに、名阪港特急にも運用されたものの、名阪港特急が4両編成化された1983年以降は、名阪港特急には運用されなくなり、最終期には編成としての収容力や走行性能などから、平坦な京都線、柏原線を中心に運用されていたが、1993年から1997年にかけて全車が廃車、解体された。 座席や荷棚部分は南大阪線特急用の16000系、1610系の更新に、冷房装置は伊賀線の860系にそれぞれ流用されている。なお、全廃直前の1997年には11400系の一部の編成で衛星放送の受信試験を非営業の試運転列車として実施していたこともあった。 近鉄1万1400電車に関するカテゴリ。近鉄1万400軽電車に関するカテゴリ。ありがとうございます。